試合お疲れ様です。お疲れ様です。今回の試合の振り返りをお願いします。今日の試合は立ち上がりがちょっと悪くて最初に失点してしまったんですけど、そこからみんなで声出してって、盛り上げてゴール目指していったんで、最後追いつくことができて引き分けで終われたっていうのは良かったんですけど、やっぱりもっと決めきれるとこたくさんあったし、ゴール前の質とかも高めていったらもっと点取れたと思うんで、そこをもうちょっと次の試合から反省して取り組んでいこうと思います。ありがとうございます。それでは次の試合の意気込みをよろしくお願いします。次の試合はもう負けたら本当に終わりなんで、みんなで一から気合い入れて、初めの5分からも全開でいって、立ち上がりでも点取って、一つずつ勝ち上がっていけたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。